可能性が,広がった。はい。<laughs> <laughs> ありがとうございます。<laughs> というのもそのレオンに出会って今まで結構受け身の芝居が多くて、あのー、周囲をかき乱すポジションを、あのー、ほぼ、まあ、何度かはありますけどほぼ初めてかなそういう役を任せていただけて結構初の試みも多かったですし。 そこでなんかこう、たくさん勉強になりましたし、なんか役の幅を少しでもこう広げることができたのかなと思うと、可能性が広がったなと思って、そういう思いで、か、はい、き回すような役ね、チャレンジだとおっしゃいましたけど、はい、すごく良かったですよね、なんか、本当ですか。もっともそういうキャラも演じてほしいみたいな。いやもっと演じていきたいですね、いろいろ挑戦していきたいです可能性が広がが広った、はいはい、ありがとうございます。 えっと僕は振り返るとある起点ですとても哲学,哲学的なこと <laughs> いや全然全然なんかそれっぽく見えちゃうけど全然そんなことなくて久我山修正っていうフィルターを通して見れた世界はあすごくなんか今後僕がこう長い道のりがあるとしたら振り返った時に絶対なんかちゃんと帰れる点だったなって思ってまあそれはやっぱ初日の時、まあ、宣伝部の方が。 こうまあ、昨日一睡もできなかったんですみたいなそういう話聞いてやっぱ嬉しいしやっぱ一番最初にきっかけ作ってく,れくださったねプロデューサーさんとかもいるし、まあ、いつも毎回毎回舞台挨拶来てくれてねそれはまあ原作者の渡辺先生もそうですしでもそのフィルター通して見れた世界でまたこうしてなんか竜星モネちゃんいいとこすごい見つかったしあ助けられたなって思うあこの感じたこととか思ったことは あ今後やっぱ自分の財産にもなるなと思ってなんかこの言葉は、うん、なんか今日ちゃんとこの思いをなんか皆さんに伝わればいいなと思ってこの言葉を選びましたはい <laughs> 私にとって LDK は富士山聞いてくださいちゃんとめちゃめちゃ考えましたあの葵という役そしてこの LDK っていう役は富士山の ののように雲の上だったんです私にとってあることは知っているけど挑戦しようっていう思考すらそこにすら至らないくらい自分からしたら遠いものだったんですよねでもその道中はも,しもちろんしんどいこと苦しいことあったんですけどあのたくさんの方々の支えでその苦しさが打ち消されるくらい楽しかったんですよ。やりっっった後思っても見なかった 感情に出会えたりとかあとは本当に一生大切にしたいあの嬉しい出会いがあったりとかしてだからまるで登山のような <laughs> 日々だったなと思ってこれを経験した日々としなかった人生は全く違ったものだったらだろうなと思ったのでフージさんちょっと見てください。 ちゃんと4人た4人,4人はあ俺もいるそう、ね、<laughs> だから今日で登頂かなって<ー> <laughs> あとは皆さんに託してかなって思いますね。